はい、どうも皆さん、こんにちは、サトルです。いやー、オリンでーす。はい、ということでですね、今回また私、一人価格でスタートしてるわけなんですけども、この一人価格といえば、皆さんドッキリを想像するかと思います。今回ドッキリしません。ドッキリはいたしません。今回僕一人で、YouTube 企画に挑戦していきたいと思います。題してこちら、アイドルがガンダムについて語ってみたはい、ということで、例えばガンダム最新作水星の魔女、こちらを、語ったり、そして今後の展開を予想したり、しながら、ガンプラを作ってちょっと皆さんとお話できたらなと思っております。オリン、今回ね、作っていくガンプラをご紹介したいと思います。こちらでん、はい、こちら水星の魔女、ハイグレード 144分の1ベギルペンテでございます。よくあるあのガンダムの顔といえば、角が2本ついてて目が2つで、で口がついてる、そんな感じのものをね想像すると思うんですけど、こちらはですね、ガンダムではないですね。こちらは量産機ですので、いわゆるザク的な、そんな立ち位置の機体だったと思います。早速ね、開けていきましょう。それではオープン。おお、めっちゃ久しぶり、この感じ。この感じすごい久々ですね。最近のガンプラ本当すごいらしいので、袋が 1,2,3 袋と、シェルトリア機械組み立て説明書で、以上になってます。最近のキットはどんなもんなのかと、ちょっとね、それも、レビューとかもちょっと交えつつね、今日は、語っていきたいなと思っております。はい、袋から取り出せました。水星の魔女はね、割とでも、もうなんかガンダム見たことないけど、水星の魔女で初めて見たって人もね、意外といるみたいで、僕としては結構嬉しいんですけど、アニメがこう浸透してきた世の中だからこそなのかなっていう風に思ってます。ということで、じゃあまずは組み立てる前に、組み立てたいんですけど、組み立てる前に、道具をご紹介したいと思います。はい、まずはこちら、これがないと始まらないニッパーでございます。デザインナイフ、いわゆるカッターですね。めっちゃよく切れるカッターです。簡単に言うと、もう本当にこれめっちゃ切れるんで、切れ味が良すぎて床に刺さるんですよ、ペタ落とすと。多分今回は使わないだろうけど、一応持ってきました。ヤスリ、ヤスリはねすごいいいんですよ。ヤスリがないと綺麗にプラモデルは作れないです、正直。でもね、簡単に組み立てるだけならなくても平気。おそらくこのヤスリは使わないかなとは思うんですけど、とりあえずじゃあ作っていきましょう。人によって全部切り離したりとかしてから作る人いるんですけども、僕はどのパーツか本当にリアルに分かんなくなっちゃうので、ちゃんと説明書に沿ってやります。説明書に沿って切り離してます、僕は。うわ、すごい久々なこの、なんかパキッというか、で、今回なんでこのキットにしたかっていうと、僕正直エアリアルが欲しかったんですよ。エアリアルか、せめてファラクト、アニメの最新ガンダムの機体の主役機か、シンプルにそれがなかったら好きな機体で作りたいなと思ったんですよ。ファラクト好きなんですけど、でもそのファラクトがほんと売ってなくて、ファラクトもエアリアルも多分人気なんでしょうね、全然売ってない。じゃあガンダムの話しましょうか。結構ね、ほんと昔から好きなんですけど、あ、倒れた。もう好きな作品とか言っていこうかな。多分ほとんど全部見たかなっていう、見てない作品あんまないなっていう感じなんですけど、一番好きなシリーズが WO とか
やっぱ同世代なんで好きなんですけど。ダブルオーとか、あとは、やばい、シールがどっか行った。こういうのがね、あるんですよ。プラモデルを作ってると、パーツをなくす、シールをなくす、あるんですよ。ありました。ありましたよ。ダブルオーとかも好きだし、ちょっと古いのでいけば、まあ、ある意味王道の WAT を、ポケットの中の戦争とか、あのガンダムの何がおもろいって、多分大抵の人が、まあ、ガンダムってどういう話なのかなって多分想像したことないと思うんですけど、想像するとしたならば、大抵が、まあ、あのなんか、ガンダムが正義で、ジャクが敵だ、みたいな。悪者なんだ、みたいな。あると思うんですけど、お互いの正義がぶつかり合ったのが戦争だ、みたいな。言うんですよ。まあ、やっぱこう、お互い自分が正しいと信じて戦うわけですよ。それぞれの正義があるんですよ。で、それが、ガンダムっていう作品は色濃く出てて、まあ、もちろんそれを題材、それを題材にした、作品なんで、まあ、それはそうなんですけど、そうだから、話が本当に全部面白くて、なんでも。ただね、主人公がね、いいだけじゃないんですよ。まあ、特にこの今回の、水星の魔女とかも本当にそうで、主人公がスレッタ・マーキュリー。このスレッタが、最新話、ラスト、もう、やめなさいとか言いながら、人を、こう、エアリアルのガンダムの手でベチャって潰すんですよ。あれがもう本当になんかこう、えぐい。描写的にえぐい。結構ガンダムってもうシリアスなんですよ、基本的に。で、それぞれの正義とかがあったりとかして、それを主張したりとかしてるんですけど、あれに関してはもうなんか、すごいね、ちょっと言い表しづらいんですけど、すごいスレッタに対して、こうサイコパスだとかそういうんじゃなくて、なんか幼いイメージがなんか受けたんですよね、なんか僕は。すごいね、お母さん、エアリアルを作った人なわけですけど、開発者。なんかすごい、なんか洗脳教育なのか、強化人間的なポジションなのかはちょっとわからないんですけど、すごいね、なんか、お母さん信じきってますよ感がえぐいんですよね。だから、最終的になんか、ちょっとスレッタバッドエンドなんじゃないかなって結構思ってますね。なんか、水星の魔女は本当でも、やっぱ最新作なだけあって、すごい、絵も綺麗で、めちゃくちゃ面白いのでね、見たことない人は絶対見てほしいです。ネタバレした後ですけど。水星の魔女の描写がえぐいって話をさっきとちょっとしてたと思うんですけど、何がえぐいって、まあ、さっき冒頭の方でファラクト欲しかったって言ってたんですけど、そのガンダムファラクトのパイロット、エラン・ケレス、このエランの、まあ、死に際、あれが本当にエグいなと思って。これ結構ツイッターとかでも話題になってたんですけど、あれ偽物って言った方がいいか。多分、手術とかで、顔を見せてるんです。一緒にしてるんですけど。整形手術とかで。なんですけど、一番最初に出てきてたエランの、最後がですね。まあ、決闘をしてエアリエルを奪いたかったんだけども負けてしまう。で、負けたから、用済みだということで、処分されちゃうんですよ。で、その、処分をされてる時が、まあ、もちろんその決闘の前だったかな、に、スレッタにですね、ハッピーバースデートゥーユーってこう、歌われるんですよ、急に。何してんの、この人、みたいな感じで。歌われるんですけど、まあ、誕生日なんてわかんない、みたいな言ったからだと思うんですけどね。で、それを最後、死に際思い出しながら処分されてしまうっていう。なんちゅうことしとんのっていう。なんか、すごい、えぐいなって。まあそんなことをね、やっておりましたら、頭部ですね。頭ができました。ちっちゃい。じゃ次、ボディ。ここですね。この部分を作っていきます。まあ、その水星の魔女の何が、かっていうと世界観が独特でまた面白いなっていう。主人公とかがガンダムらしくないんですよね。
結構こうガンダムの主人公といえば男だし、で何よりあのちょっとメンタル弱いやつ多いんですよ本当に。ガンダムの主人公はファーストのアムロから始まり、カミーユとかもね、まあカミーユはまだ強い方かなって思いましたけど、ね、あの本当ガンダムシリーズでメンタル強いというか、最終的にあのなんか一貫して強かったなっていうのは多分ガロードとジュドーぐらいかなって個人的に思うんですよ。まあちょっとね、あの違えよって方はぜひコメントで教えてくださいよって感じなんですけど、なんかこう何も知らないでおどおどしているキャラというか、まあ、スレッタがですねっていうのをちょっと新鮮で、でもすごい不思議な感じしたんですよね。他の、作品ではなかなか見ないタイプのキャラクターだなーって。はい、了解完成。じゃあ僕の嫌いな腕を作る作業でございます。すごいもんさなんですけど、最近のキットってなんかページカラーなんだね。クリアしていいの？え、こんなんで拳つくの？つくんだ。え、なんかすごい昔作ってたキットたちと構造が違いすぎてなんかびっくりしてる。めっちゃまあでも水星の魔女は本当に今結構面白いところで終わってるんですよ。ラストシーンというかね、後半の話で出てきたあの地球の魔女ですみたいな言ってたね、あの組織結構やばそう、というかお母さんとつながりがありそうって勝手に思ってて、実際ね同じこう地球寮の先輩とつながりがあったわけですけど、あれはね結構ちょっと響いてくるんじゃないかな。というか株式会社ガンダムがめちゃめちゃあのなんていうの、戦争に巻き込まれるのではないかと。ということで、右腕か、右腕が多分おそらく確実に絶対に完成しました。次左腕かな、そうですね。フルカラーやん、この説明書すごいとか思ったら全然フルカラーじゃなかった。右腕に続いて左腕もできました。はい、ということでじゃあ次が足です。レックス作っていきます。なんかすごい不思議な形の足ができました。これであともう片っぽの足できたら、体本体はもう完成ですね。ということで同じ手順で足もう一個作っていきます。はい、この足持ってみましょう。じゃあ一旦バックパックとか武装は一旦置いといて本体組み上げましょうか。うわぁ、いかつ。はい、まずは本体の完成です。本体、じゃああとは武装とバックパックを作っていきたいと思います。バックパックってこの背負い物ね。じゃあ続き作っていきましょう。なんかレビューとかしてる YouTuber さんが結構割と好きで何人か見てるんですけど、俳優の本郷奏太さんって方が、もちろん普通に俳優もやられながらこう YouTube もやってるんですよ。でその YouTube で好きなことをやってるわけですよ。やっぱり YouTube なんだよ。でこう何を載せてんのかなって見た時にこうガンプラを作ってたりとか、あのポケカとかすごいもうほんと自由なことをやってて、ゲーム実況だったりとか、なんかすごいこうこんなかっこいい人がこんなガチでガンプラ作ってたんだと思って見て、すごいあの塗装とかもするし、で、まあ、改造ももちろんする人なんですけど、それ以上にびっくりしたのが電飾までやってて、やっぱこれって本物は機械ですから、こう目が光ったりとかするわけですよ、センサーが。で、まあこれのこの機体はまあ多分電飾やるようなやつじゃないんだけど、
本当にこう小さい LED ライトとかをこう頭部に仕込んだりとかしてて、それがすごいね、なんかこう、あ、本当に好きな人はもうやるよなって。俺も一回やろうと思ったんだけど、近所というか埼玉県に片田舎に住んでるので、模型店では電飾の装備が揃わないという。だからね、ちょっとやってなかったんですけど、でも本当にね、いや、すごいなんか感動した。こう俳優さんで、まあもちろんテレビとかでも見たことある人だから、すごい意外な感じがして、でコメント欄もすごい、多分そういうこうガンプラとかガンダムに詳しくなさそうな感じの人が多くて、本当に本郷奏太さんのファンの方なんだなっていう感じの人が多数見受けられて、でもすごい平和のコメント欄ですごくほっこりして、なんかこういうチャンネルのあり方もいいんだなってすごい思いましたね、あれは。一旦とりあえずこの本体ができたよということで、また次の日、別の日に続きを作りたいと思います。またこれ、それをね、楽しみに頑張ろうと思います。はい、デイ2でございます。ちょっと1日で取り切れませんでした。ということで続き作っていきたいと思います。前回ですね、前回じゃないわ、昨日だいぶ進みまして、バックパックもう少し作って、武器作ったら完成かなと思います。ね、今日もニッパーとデザインナイフを使ってサクッと作っていきましょう。さあ、ということでバックパックが完成しました。まあ、結構特徴的な感じで、シールとか貼ったクリアパーツがこの中にシュッと入っております。シールを全部貼ったのでクリアパーツ感ゼロです。クリアパーツ意味なし。はい、でこれを本体と合体させて、はいはい、ベギルペンテの本体がこんな感じで完成でございます。ちょ、 YouTuber っぽくしとこう。はい、結構かっこいい、なんだろう、曲線の多い機体だからガンダムっぽさっていうのもないんだけど、まあこの機体別にガンダムではないから全然いいんですけど、こうよくあるガンダムの機体っていう感じがなくて、逆に俺は結構好き。ということで、じゃあバックパックができましたので、武器、武装を作っていきましょう。さあ、ということで、ライフルができました。こんな感じ、ちょっといかつめ、ごついね。機体にしては結構いかつめのライフル。さあ、次シールド。多分この機体の特徴的な武装の一つだと思いますね。でもこれおもろいのが、ポケカとかにはちょっとできないやり方かもしれないんだけど、意外と結構こういう、こうガンダムとかって、表記じゃ読めないのってあるんですよ。例えばギリシャ文字を使った機体とかも結構あって、そういうのがこう新しく出た時に転売対策として、この機体の名前言えますかみたいなのを、やったお店とかもあったりとかして、あと転売対策で買うときに必ずこの、未開封って言えないようにこのランナー入ってた袋をちょっと切らせてくださいとか、ランナー切らせてくださいとかっていう風にやってるお店結構あって、まあ、おかげで少し転売も落ち着いたんじゃないかなとは思うんだけど、でもね、ほんとすごかったんですよ。例えばリアルグレードのハイニューガンダムが出たとき、去年ぐらいなんだけど、その時も、ハイニューガンダムの読み方がわからないから、その外国の方とかガンダムをよく知らない方は。だから、言われた時に何て答えるかわかんないから、それを阻止できるっていう。で、ツイッター上でそれをこう出しちゃうとバレちゃうし、
買われて転売されちゃうから、もう偽の読み方を出そうみたいな感じで、ガンダム好きの人たちが結託して、あの HI、ハイフン、ローマ字、ギリシャ文字でニューって書いたハイニューガンダムって読むんだけど、それをこれハイニューじゃなくてハイニューとかって言わないで、これ HIV ガンダムって読むんですよみたいなことをこうやってたりとかして、こういう時のこう団結力ってやっぱすげえなって思って、めちゃめちゃおもろかったんですよ。ちょっと半分大喜利状態になってて、読み方のなかなかね、最初俺見た時 HIV ガンダムって言ってて、はいと思って、これハイニューガンダムじゃ何言ってんのって思ってて、でよくよくこう調べてったら、転売対策に間違った読み方をこうバズらせて、買わせないようにしようっていう転売屋たちに。でその、海外の方もね、そういう人いるんですけど、そういうんじゃなくて、日本人もね、やっぱりこうわからない文化のものだから、読み方なんて当然わかるわけがなくて、だからそれをね、少しでも転売対策をしようということで、すごい頑張ってたっていう、結構そのエピソード俺好きで、なんかまさにそうだなと思うし、本当に好きで欲しい人に渡らないのはちょっと寂しいじゃないですか、やっぱ。で、なんか転売されちゃって高い値段で買わされたりとかしたら、転売対策っていうのは大事ですよ、なんでも。はい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 。おお。あ、二段階に伸縮するんだね。ちょっとこれはシールド完成したらギミックを見せしますね。これ結構面白い。接続パーツを作って。こう、これをこう、はい、シールドのちょっとギミック見ていきましょうか。こういう感じになってるんですけど、パッと見はこう十字型の普通のパーツなんだけど、これがこんな感じに2段階の伸縮して、この伸縮したところの隙間からエメラルドグリーンのステッカーが出るという仕組みになってます。これ結構俺好きで、ほんとさながらシードデスティンに出てくるインパルス、フォースインパルスのシールドに似てるなって感じですね。こういう感じ。はい、ということで、じゃあ完成しましたので本体のレビュー参りましょう。こちらベギルペンで、ちょっと可動とか少し見ながら、レビューしていきたいと思います。まずはどうしようかな、可動から見ていきましょう。まず腕から、腕がこんな感じ、そんなに曲がらないイメージですね。で腕のスイングは、結構上がる、すごい上がる、めちゃめちゃ上がる。やっぱ最近のキットらしい可動はやっぱありますね、ところどころ。で肩は別で移動動きます。ほんで、腕のロールとかも、多分腕のロールもあるし、肩もぐるりと回ります。この辺はやっぱり可動は優秀ですね。シンプルな機体だから余計にいけるかなって感じですね。で次足とか見ていきましょうか。足の可動、足は結構曲がどうなんだろう、曲がるのかな、足、結構しっかり曲がるなといった印象。はいはいはい。で今回のこの機体はフロントとリアスカートがほんのちょっとついてるだけだから、横にもものすごく動くし、腕がなければめちゃめちゃ上がります。可動がすごくいい、こんな感じ、ものすごく動きますね。それから、はい、余裕の膝立ち、めちゃめちゃ足の可動範囲がいい、腕の肘が曲がらない以外はめちゃめちゃ関節いいですね。やっぱこう余計なものというか装飾品とかがあんまりない分、動かす時に
干渉する部分がないからめちゃめちゃ可動範囲いいです。顔はでもそんなに動かないかなって印象ですね。まあ上とかこうやって上向かせたりとかぐらいかな。左右はそこまではちょっと動かしづらそう。まあでもちょっとこれは多分個体差なんですけど、少し股関節が緩い部分があるので、まあ、軸を太らせたりとかしたら、問題ないかなと思います。それじゃあ武器、武装などをつけて、ちょっとポージング取っていきます。さあ行くぞ。機動戦士ガンダム水星の魔女からベギルペンデ、グラスレーディフェンスシステムズのモビル開発ラインの一つである CE ラインは、第3世代機のベギルベイに続き時代基準に即した設計改良が継続して行われていた。そうして完成したグレード K 直系の最新機種がこのベギルペンデである。グラスレー社のフラグシップ機にもなりうる性能を備えた本機は、運用実証試験の名目も兼ねてアスティカ社高等専門学園のグラスレー利用機として5機が配備。 CF ラインの新型機ミカエリスと連携し対ガンドアーム集団戦術を行ったという。はい、ということで、機動戦士ガンダム水星の魔女から HD144/1 ベギルペンテを作りながら、ガンダムを語る、そしてレビューでございました。まあオルギハウス初めての試みだったんですけど、皆さんどうだったでしょうか。まあ本当はね、もっとザ・ガンダムらしいガンダム作っておきたかったんですけど、まあ、ちょっとした事情でというか売ってなくて、この機体になりましたけど、結構最初ちょっとあんま気分な乗らなかったんだけど、すごいこう作っていけば作っていくほどやっぱり愛着が湧くし、何より最新キットの、素晴らしさにすごくびっくりしました。そして何よりやっぱりかっこいい、すごいこうゲテモノな感じの雰囲気を一瞬あったんだけど、作っていけば作っていくほどこの機体の魅力が、すごいこう分かった感じがしてすごく良かったです。ぜひ皆さんも気が向いたらこういった、プラモデルとかね、いろんなものに手を出してみるのはありがと思います。好きなものをね、いろんなもの立体物とか出たりとかしてるので、ぜひね、触ってみてください。ということで、この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価、コメントお願いします。そしてコメント、今メンバーからの、コメント返信もしてるので、ぜひ皆さんどしどしお願いしますね。そして良ければもう一本、オールインの YouTube 動画見てみてください。それでは以上、僕たちがオールインでした。ありがとうございました。やりたくねえことに